あのゲストがいらっしゃるみたいですけれども、それでは大滝さんよろしくお願いします。皆さんこんばんは。黒曜石体験ミュージアムの大竹です。よろしくお願いいたします。今日はちょっとお願い事があります。このコンサートの大事な時間をちょっとお貸しいただけないでしょうか。よろしいでしょうか。はい。ミニトークが、始める前に、実は長尾町から美咲さんにお願いに今日は上がりました。この場所をお借りしまして、そのセレモニーをちょっと、開催させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。皆さんどうもこんばんは。大変あの貴重な時間をお借りして、私どものセレモニーをさせていただきたいと思います。皆さんもあのご存知のように、この八ヶ岳の霧ヶ峰、この一帯はあの黒曜石の原産地ということで広く分布されております。その中で、この周辺の市、町はこの黒曜石文化を、全国それから世界へ発信をするという取り組みを今しております。そのような中でこの縄文の女神美咲さんには、私どもの長和町ふるさと黒曜石祭り、これらを通じて本当にいろいろな部分で活動をしていただいております。今日はその貴重な時間の中で、私ども長和町のぜひ神殿大使をお願いをして、世界に向けて活動していただきたいということで、畑町長を来まして、任命書をお渡しをしたいというセレモニーでございます。大変貴重な時間をお借りして、このセレモニーをさせていただきますことをよろしくお願いをいたします。それでは畑町長の方から入ります。隣のですね、長和町の町長の畑でございます。大変貴重なお時間をお借りして、今これうちの教育長でございます。町長と教育長が一緒に来てですね、その任命、あの神殿大使の任命書をお渡ししたいということで今日伺いました。あの先ほど美咲ちゃんの話もちょっとございましたけれども、あの皆さん縄文時代、石器時代、縄文時代、これ3万5千年続いたんですね。で、その時に人間がなくてはならなかったものが黒曜石ですね。黒曜石で、今の時代なくてはならないものが石油ですよね。で、今の時代100年200年でもこれだけ地球環境をおかしくしてるんですね。黒曜石の時代は本当に争いもなかったし、自然環境は悪なかったですね。ですから私どもはぜひこの黒曜石を世界遺産にしたいと、こういう思いで、それ美咲ちゃんもですね、黒曜石をの縁で、あの長和町の子どもたちに歌を教えていただいたり、いろんなイベントに出ていただいております。まあ、そんなことで、今日ぜひこの席をお借りしまして、神殿大使の任命書をお渡ししたいということで伺いました。よろしくお願いいたします。神殿大使任命書、美咲様、長和町黒曜石のふるさと神殿大使に任命する。平成21年7月7日長和町長畑健一郎、どうぞよろしくお願いします。
今日はあのうちの町から長浜町でなっちゃんが一緒に来ております。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。精一杯務めさせていただきます。よろしくお願いします。